はい、どうも皆さん、厚くまりべんいただきましてありがとうございます。弁護士で頑張ると申します。本日は、参議院議員の大椿裕子さんが、元王子製紙社長の井川元隆さん、彼を、被告として、差別をされない権利等の侵害であるということで、550万円の損害賠償等を求める、訴訟を提起しましたのでご報告をしたいと思います。経緯としてはしましてはですね、今まさに今日どうなるかということが、話題となっている入管法の改正、永住許可取り消し事由の拡大、これをも目指す法改正について、大椿さんが、ツイッター、インターネットの、まあ、X か、現 X で、まあ、意見を挙げたと。これに対して、この井川さんが、同じく、X 上において、まずお前の永住許可を取り消したいわ、反日クソクズ、在日が、日本に住みながら反日のクソクズめが、祖国に 帰れ半島人めが、大椿とか日本人じゃないクソクズが、調子に乗ってんじゃねえ、祖国に帰れ、大椿もともと日本人じゃないこと否定しないよな、こういう反日日本の敵が国会議員をしてるからこの国がダメになるんだわと、こういうヘイトスピーチを行った。これに対して、大椿さんが非常に、憂慮してですね、今の、法改正がまさにこういうヘイトスピーチを煽ってるんだということで、まあ、大椿さんは日本人でありますが、日本人として、あらゆる差別に反対するという立場で、この井川さんに対して訴訟を起こしたと。これが、今回の、裁判の内容になります。今回プレスリリースをお配りしてますが、このタイトルが、ドンピシャリ、今回の裁判の、本質を書いてありますので、ここをぜひですね、使っていただきたいと思っております。差別されない権利の侵害に基づく削除、損害賠償請求、これがこの裁判の、まあ、主体と 主眼という形になります。で、ちょっとですね、注意していただきたいのが、朝鮮人だと言われたから名誉毀損だとして訴えたと。もし仮に、そういう記事を書かれるとすれば、それ大誤報ですので、大誤報ですので、それだけは絶対にやめてください。朝鮮人であるということは名誉毀損、それ自体名誉毀損になりません。なぜならば、朝鮮人であるということは、それ自体は、その人々たちに立っては誇りに思うべきこと、誇りに思っておられることでありますので、お前朝鮮人であると、それ自体が名誉毀損になるということは絶対にありませんし、もしそういう裁判であるとすれば、これ差別的な裁判だと。いうことになりますので、この裁判はそういう主張をしているのではありません。そうではなくて、日本人であろうと、朝鮮人であろうと、差別を受けない、いかなる意味でも差別を受けない権利がある。だから、仮に大椿さんが日本人であろうと、あるいは在日朝鮮人であろうと、あらゆる、立場で、お前は何々人だから反日であると、お前は何々人だから、クソクズであると、こういう、表現を受けるということは絶対にあってはならないと。いう立場で起こしたのが今回の裁判であるということになりますので、その辺はぜひ皆さん、よくご理解いただければと思います。訴状を詳しく読んでいただきますと、請求の趣旨の第1は、2016年に成立したヘイトスピーチ解消法、これに基づき、この井川さんの一連の発言が、まず不当な差別的言動、同法、解消法2条の、不当な差別的言動に該当するんだと、したがって許されないんだと。で従ってこれ、彼の発言は不当な差別を受けることなく、人間の尊厳を保ちつつ、平穏な生活を送る、人格的利益、こういう権利を侵害しているんだと、いうことで訴えているのが、今回の裁判であるという格好になります。でただですね、一応、名誉毀損もちょっと入ってます、この訴状の中に入ってます。これ、実はこの種の事件というのは、これ、初めてじゃなくて、実は土井孝子さんが昔やれてるね、土井孝子さんが昔、お前、朝鮮人だろうという形で書かれたということがあったようです。あと、福島水元さんも同じようなことを書かれてます。ただ、そういう裁判だっても、別に朝鮮人って書かれたから名誉毀損だって判決になってないんですよ。そうじゃなくて、その文脈からしてね、お前、朝鮮人だからこういう反日的な政策を言うんではないかと、こういう文脈で、政治家の方々の、社会的評価を貶めたという文脈で、名誉毀損が認められたという事例があるということです。で今回まさにそうなんです。今回まさに、大椿先生は、
今まさに今日どうなるかっていうあのところで話題になっている、在留、永住資格の取り消しの拡大と、これに対して反対しますという意見を挙げたところ、こういうヘイトスピーチを浴びたということなんですね。だ逆に言うと、ああいう法改正っていうのは、日本中のそういうヘイトスピーチ、まあ、排外主義というか、まあ、ゼノフォビアですよね、要するに外国人嫌いというものを煽っているということになるわけですよ。だから、そういうそのゼノフォビアに対する、まあ、扇動、そういうものに対する怒りも込めて、今回の裁判を提起したと、いうことになります。で、あのね、ちょっと似たような事件としては、昔あの徳島、教祖事件、教職員組合ですね、うん、教職員組合事件と流れて、これは在徳会が徳島の、教員組合に乗り込んで、まあ、乱暴増税払われたと。でこれについては、まあ、彼らはあらあら朝鮮人とかでもやってるんですね。でそこに行ったらみんな日本人なんです。日本人なんだけれども、この事件で、徳島の高裁は、人種差別て、撤廃条約を適用して、これはあの極めて悪質なんだということで、高額の慰謝料を認めております。だから本件もこの流れに、属するものだというふうにご理解いただければと思います。日本人であっても朝鮮人であっても、いかなる差別を受けてはならないし、かつそういう、ヘイトスピーチを伴いながら他人の人格権を侵害することは極めて悪質なんだと、そういうことで、できるだけこれはあの高額な賠償を認めていただき、こういう言動がこの世の中なくなるということを目指して今回裁判を提起したということになります。とりあえず私から以上です。先生どうぞ。はい、いいですか、中井さん。どっちから行きましょう。まあ、やりやすいこと。じゃあ中井さんどうぞ。先に、はい、じゃあ、代理人の私も共同で代理人の中井ですから補足させていただきます。私から3つ補足いたします。まず一つ目にですね、今のその永住許可取り消しの拡大について少しだけ、まあ、もう知ってるわって方もいらっしゃると思いますけど、少しだけ補足しますね。私も主催者になったですね、今回甲4号証で挙げているのかな、大阪でも反対の集会をしました。まあ、それが契機になっている訴状に書かれている通り でそれに大椿さんも参加していただいた。でまあ、問題の背景はもう各種メディアが報じている通りではあるんですけど、結局もう技能実習制度っていうのはずっと批判されてきた。それでももうバックドア、サイドア、サイドアでずっと労働力を入れてきた。労働力が欲しい、労働者はいらないっていうことをやり続けてきた。でこの永住許可拡大っていうのも結局のところ、その政府が認める枠からはみ出た人を都合よく返したい、排除したい、そういう法案なんですね。都合よくコントロールしたい、労働力が欲しい、もうここが根底にあるんですよ。でその永住許可の取り消しの中身っていうのが、例えば高所効果の滞納があるだとか、うん、軽微な入管法違反だとか、それが含まれている。でこの集会でもね、結局ここに出れなかった人がいたんですよ。移民2世で、20歳そこそこの大学生、ずっと私もやり取りしてきて、もう出たいって、なんか自分もアクションしたいって、まあ、半ばもう彼の意見が声があったから僕開催したぐらいのもので、だけど直前にネットでツイッター上でもうずっとやり合ってたんです。その、まあ、排外的な、今回大椿さんが向けられたようなこと、もっとひどいこともありましたよ。でそれでも全部もうやり合ってきて、とうとうもうやっぱり出れない、もう無理だってなって、お手紙になったんですよ。移民に、まあ、ご存知ですよね。移民2世っていうのは日本では日本国籍を取得しないです。政治主義を取ってませんのでね、もう周り日本の友達ばっかりですけどね。で、そういうことなんですよ。なかなか当事者は表に出れない、まず前提として、なかなか出れないんですよ。で、これはプレスリリースも書いてある東京高裁全国部落調査の差し止め事件、去年の判決ですね。これ私も弁護団の一員だったんですけど、これも同じです。部落出身者はなかなか出ましたよ、結局出たけどやっぱり出れないんですよ、なかなか当事者は、っていうことをまず分かっていただきたいなと。まあ、だからこそ原告が今回立ち上がられたっていうところがあると思います。で、
3点って言いましたけど、もうほとんど3点一緒に話しちゃってすいません。まあ、で改めてですけどね、で、まあ、もう一個だけ言っておきますと、さっき神原弁護士がおっしゃった福島さん、もう土井さんから始まるのか、土井福島というこの歴史的な流れがあって、まあ、とはいえね、やっぱり主たる主張は名誉毀損だったと思うんですよ。でだけどこれ今回はもう差別されない権利に基づく主張なんです。でこれはもう時代が前進した、皆さんが前進させてきたものだと思うんですね。そこもご理解いただきたいなと思います。はい、私からは あと1点、まあ、これも多分本人言うと思いますけど、この間報道されたとこじゃないですか、ビジネス人権の国連の勧告で、もうてか毎年毎年言われてますけど、国内人権化が必要で差別禁止法は必要だ。でこの法案っていうのは本当に差別を促進するような法案なんですよ。だからもうプレスリリースに書いてある通りで、後で本人が言うと思います。だからそこをこれも分かっていただきたいと思います。はい、以上です。はい、皆さん本日はどうもありがとうございます。社民党の参議院議員の大椿優子と申します。今お二人の弁護士から、この事件の経緯等についてはお話がありました。そして、今回の裁判で私たちが訴えたいことということについても説明があったというふうに思っています。で私は今回に限らずですね、やはり外国人の方々の人権ということを、訴えるたびにこの SNS 上で炎上してきたという経緯はあります。だから今回の、井川さんのコメントがですね、初めてというわけではなく、昨年、同じ時期にですね、やはり入管法の、改悪が行われました。その時に、その時も、私はですね、この改悪には反対だという立場で発言をしていたこともありまして、そういう、SNS 上でですね、誹謗中傷を受けること、ヘイト、今回と似たヘイトスピーチを受けることはありました。で、しかしながらですね、今回やっぱり決定的になんかステージが変わったなって思ったのは、井川さんが書かれた、まずはお前の永住許可取り消したいわっていうこれだったんですね。で今までその朝鮮人とか在日それから帰化人というような言葉を使って、何ですか、私大椿優子、また国会議員である大椿優子、それを蔑むため、の手法として彼らがこういった在日コリアンの方々の存在を使って、私を蔑むために彼らを使うというようなことはこれまでも行われてきました。できる限りそれに対して反論を、してきましたが、今回、入管法のこと、そして、育成就労制度導入に伴いまして永住許可の取り消しということが法案の中に、出てくる中でですね、永住許可を取り消し、永住権じゃない、永住許可だ、そんな犯罪を犯した人たちはとか、税金を納めなかった者たちは永住許可を取り消しされたって仕方ないっていう世論がこの法案が出されて中で出てきた中で、この井川さんのコメントは私は出てきたと思ってます。で明らかにこの永住許可を取り消せっていうようなコメントは私これまでは少なかったと思うんです。全くなかったとは言いません。でも少なかった。でもこの法案が出てきてから私はこの永住許可を取り消してもいいんだっていうコメントが SNS の中で出てくるようになった。で井川さん、この人18万人のフォロワーがいます。そして、かつて火事のされてですね、106億円溶かしたというようなことが話題になり、それを今度映画化しよう
ていうような話もある。一定の層の人たちに影響力を持っているこういった人が、あの SNS を使って、まずはお前の永住許可取り消したいわっていうこのことを書いてきたっていうことに、私はこう正直すごいショックを受けました。立法府に身を置く立場として、ほらやっぱりこの法案を出したらこういう差別扇動が行われるんだっていうふうに強烈に感じたんですね。で、それがやはり今回きちんと戦おうと思った大きなきっかけになったということは、まず皆さんにお伝えしておきたいというふうに思います。で、先ほども神原弁護士からお話がありましたように、朝鮮人と言われること、それから在日だとか在日コリアンだと言われること、帰化人と言われることそのものが、差別、それがなんていうの、蔑まれている、うんうん、ということではないんです、うんうん、そのことを私は言いたいわけ、それによって私は蔑まれたっていうことを言いたいわけではない、けれども私がむしろ本当に心を痛めているのは、そういう人たちを使って差別を扇動していくっていうことに強烈に腹が立っています、うん、私を蔑む、それから虐げる、そのために在日の人たち、そして帰化をされた人たちを差別の扇動の材料として使っているというところに、私は猛烈に怒りを、感じているというところを受け止めていただければというふうに思っています。そしてやっぱり立法府に身を置く立場として、今まさにこの入管法の問題が審議をされています。今も法務委員会の方で審議が行われているということです。私は厚生労働委員会なんですけれども、連れ合いが外国籍であるということで、やはり入管の問題というものは人事ではないということで、在留資格にしろ、そして永住権にしろ、それを取得することがどれほど外国人の人たちにとって大変なことかということを、やはり一家族としてですね、目の当たりにしてきました。で、税金をきちんと納めなかった人たちにとっては永住権を、永住許可を取り消すっていうことを、法案に、入れてきたことに伴って、本当に長年日本に住んでいらっしゃる、特別永住権を持っている人たちも含めてですね、凄まじい不安が広がっています。で、その結果としてこのネット上の中でも、そういった税金を納めないやつら の永住許可は取り消していいんだということが、あたかも真っ当なことかのように広がっていっているということは、これ政治が生み出した差別扇動だというふうに私は確信をしています。で、それをやっぱり止める立場に私はやっぱりあるというふうに思っています。今回本当に井川さん、影響力のない人では決してないというふうに思っています。彼は話題性を持っている人でもあります。そういった方々、そういった方が今回ヘイトスピーチ、さまざまなものをいくつもですね、私に向けてヘイトスピーチを行っています。で、それは私だけにとどまらず、本当に在日の人たちへのヘイトスピーチにもこれはつながっていっているわけですけれども、その彼のコメントを見てください。たくさんのヘイトスピーチが並んでいるという、これがやっぱりこんな法案を出していったら、なんかインフルエンサーのような人たちが一言発すれば、ヘイトスピーチを発すれば、それがどんどん拡大していくんだと、これをどう国は、政権はこれを止めるのかということが私は問われていると思うんです。政府はそんなつもりでやったことはない、やったんじゃないって言うかもしれません。でも結果としてそうなっている、それがすぐさまこうやって形に現れているということに、私は怒りを感じているし、それを止める立場にあると思って今回の提訴に踏み切りました。はい。
ごめんなさい、一点、僕の先の発言でちょっと間違いがあって、王子製紙じゃなくて大王製紙でしたね。大変失礼しました。申し訳ございません。ちょっと、したかったです。すみません。じゃあ、ここからちょっと何かご質問等あれば。はい、新聞だけ点だけお願いします。はいはい、今回の投稿にあたって、X 社およびリカーシーに対しては何か他に対応を取っているものはありますし、削除要請とかですね。この裁判が最初です。はい。もう一点、かなり請求の位置についてのかなり詳細な訴状を見るとやられてます。これは訴訟では原告的規格が争点の一つになり得るという想定なんですか。原告的確にはならなくの問題ではなくて、不法、不法行為というのは何の権利を侵害したのかといった問題なんですよ。たときに、よくあるのはそのプライバシー権とか、ね、名誉権とか著作権のいろんな権利があるんだけども、本件で、一番主張したいのはまず差別を受けない権利。ただ差別を受けない権利というのがまだそれ自体がまず日本は人種差別禁止法がないので、これはちょっとまだ確立してるものではないというところが一つと、じゃあそれをまさにちょっと今のこととも絡むかもしれませんけど、日本人が受けてもそうなのかというところについてはさまざまな論証が必要だということで、かなり分厚く主張しているという格好になります。でそこにも書いてあるんだけど、関東大震災の時に朝鮮人に間違われて、殺された日本人だといっぱいいるわけですね。だから殺されるときはやっぱり同じなんですよ。だからそういう意味でやっぱりその人を差別するして、そのヘイトグラムやったりそういうことをすると、それ自体がやっぱり違法なんではないかということを強く訴えたくて、そういう訴状になっております。ありがとうございます。他に何かあればお願いします。はい、どうぞ。久しぶりに来たんです。その徳島県警をする事件でもですね、身分なく差別というかですね、県競争の組合の人たちは日本人なんだから、ただその、当然まあ被告側はですね、言い古された、言い尽くされた論点でもですね、またあえてですね、大塚さんは日本人なんだから、その永住権の取り消しっていうのはありえないんだから、これは不可能なことも言っているんであって、名誉毀損や差別に当たらないなどという、多分すでに論破されているような話を、主張してくるだろうと思われるわけですが、そのことにはどのようにこう対抗していくか。さっき言ったその差別を受けない権利というのは日本人であっても、在日の人であってもあると。だから、要するに大椿先生が本当に実は在日であったりとかね、実は日本人であるとか、ちょっと関係なくそういうそのヘイトはいけないんだというのが一つ目になります。それからあと、その名誉毀損に関しては、これはもうずっと認められてますね。どういった田中さんのケース、福島さんであっても認められてますが、別にその在日であるということ自体は別に悪いことでも何でもないんだから、そういうことで名誉毀損が認められたんではなくて、在日だから反日だって論理なんですよ。ね。在日で反日だから国会議員にはふさわしくないって、そういう論理ですから、それは、もちろん前提事実も間違いであると同時に、いかなる意味においても、これは社会的評価低下させるだろう、そういう論理でいけば、これはもう間違いなく、そこはもう認められて、何百万もの損害を認められると、今から覚悟しておけというふうにしか思えないと、そんな感じですね。それからこの入管法は、今まさに参議院で審議中であるということで、僕は議員にもぜひお考えしたいんですが。まさに今この立法事実としていうかですね、こういう目の前で自分がこういう差別を受けているということについて、修正とかなかなか難しいとは思うんですけれども、であるならばその反対することに加えて、そういう差別防止のための何か不足なり付帯決議なり何か盛り込ませるというかですね、もう実際にこうやって出てきてしまった、これどうするんですか、これ防がないとますます出てきますよ、法案ができた途端にこれでどうするんですかみたいな、そういうところはどのようにお考えでしょうか。私からですか。はい、社民党ではですね、福島みずほ党首が法務委員会のメンバーです。で本日も法務委員会行われて、午後、理事会開かれて午後も、再開をするということでですね、もしかしたら今日採決か、というような話も入ってきておりますし、あと1回もしかしたら2回、
行われるかもしれないという状況ですが、まあ、大変状況としては厳しい、反対する私たちにとっては厳しい状況であるというふうには思っています。まあ、福島党首からの話を聞きますと、党首は本当に自民党議員のところも回ってですね、やっぱりこの永住許可の取り消し、これはやっぱり立法事実もないのだから、やっぱりここは削除取り消すべきではないかということで、まあ、働きかけを続けているということも、まあ、本人から聞いています。また立憲社民会派で、まあ、部会というかね、この法案に対しての審議を行う場でも、まあ、入管庁を呼んでですね、一体この法案、特に、永住許可の取り消しの部分に対して立法事実っていうものが本当にあるんですかっていうことは、この間何回かにわたって入管庁を呼んで話を聞いています。昨年の11月から12月にかけて、7カ所の自治体を、に、まあ、聞き取り調査を行ったということは出てきていますが、そこに具体的に一体どれぐらいの永住、まあ、永住権を持っている外国人がですね、税金を滞納したかというような具体例、具体的な数って出てきてないんですよ。まあ、こういうことがありました、こんな事実がありましたという感じで、具体的な数字は出てきておりません。うん、だとしたら、まあ、たくさんの外国人の、まあ、人が住んでいればね、中には日本人で税金払わない人がいるように、外国人だって、税金が払えなかった人、払い忘れた人、そういう方々ってそれ当然いると思うんですね。その事例が一体その、法律に盛り込まなきゃいけないほどのこう数字になっているのかっていうデータを彼らは持ち合わせていません。そもそも調査をしていません。そういった、まあ、立法事実がないという点について私たちは今追及をしているところです。まあ、数の力で言えばですね、大変厳しい状況ではあるというふうには認識をしておりますけれども、やはり、しっかりとですね、まずはやはりこの永住、この法案自体私たちは反対をしている立場ですから、どうにか通さないための努力を最善を尽くすということとともに、まず最もこの今回の法案の中で問題がある永住許可の取り消し、ここはやはり、まあ、削除され取り消すさせるというための努力を残り限られた時間の中でやっていくということに力を注ぎたいなというふうには思っています。それはよくわかるんですが、はい、大変聞きにくいんですが、しかし数の力で通ってしまうことが、まあ、十分予想される中で、うん、具体的にもう実害を受けていらっしゃるご本人としてですね、はい、こういうのどうするんだと、何かこういう、まあまあ、プラン B としてはですね、うん、で実際にこういう差別が起きたことに対してその立法者にやっぱり責任があるんじゃないかというか、はい、国会として責任をどう取るんだという話になっていくので、ますますこれ今後拡大していくんじゃないかということが予想される中で、はい、まあまあ、法案が通ってしまった後ということになるのかもしれませんが、その何か対処の必要があるんではないかと思います。うん、そうですね、もちろん私たちとしてはですね、まずは本当に通さないというところで努力をするしかないんですけれども、例えば、まあ、その付帯のところにですね、きちんとこの明記をしていく、差別をこのことによってですね、差別扇動につながらないようにということでですね、きちんとその付帯に明記をするということも取り組みとしてはもちろん必要だというふうに思っています。でも、まあ、そもそも本当にこの立法事実がないものに賛成をしようとしている多くの与党、そして野党を名乗っているが、自民党公明党に追随している政党、まあ、こういったところには立法事実がないものに対して本当にあなたたちは賛成するのかとこういうことはですね、徹底的に残りの時間で追及していかなければいけないと思っています。はい、で差別禁止法ですね、うん、まあ、それは
私たちもずっと社民党の政策の中にも入れていますけれども、あらゆる差別を許さないための、ね、包括的な差別禁止法、これをやっぱり、きちんと作っていくということは私たち の党の方針でもありますし、そこもしっかりと今後も訴えていきたいと思っています。今の話は関連して、まあ、差別禁止法の話をしましたけれども、まあ、ヘイトスピーチ解消法が出て8年経ちましたが、まあ、まさに自身の被害を受けているように、はい、まあ、2年後にとどまっている結果実行するようになりません、うん、まあ、そういう意味でその、まあ、政府がこういう、まあ、排除の利益ばっかり作って、ね、差別を禁止するスピーチを止めるというふうな法律を作っていないわけですけれども、まあ、求められているのは、ヘイトスピーチを実効的に食い止めるための法整備だと。うん、まあ、実際ではその関節では罰則していますけれども、はい、そういったあたりについては法整備あるいは条例の整備というふうに、うん、確かに、ヘイトスピーチの、ね、まあ、規制ができたと言ってもネット上の中ではもうヘイトスピーチが相変わらず、行われているっていうことのはやっぱ罰則規定がないっていうことも一つ大きな理由だというふうに思っています。そこに関して、まあ、慎重な意見もあるのかもしれませんけれども、やっぱこの歯止め、結局はこのヘイトスピーチをされた者が、このことを止めさせるために、でこのことを警鐘を鳴らすために、やはり、まあ、一個人がですね、この裁判を戦って、まあ、いかなければいけないという状況が今各地で続いているというふうに思います。ですので、やはり罰則規定も含めた改正というものが必要だという認識ではいます。はい、条例についてですか。川崎とかなんで、ね、そうですね、実際でも川崎は、まあ、条例の条例を各地でやっぱり作っていくってことはもちろん私は大事だっていうふうに思っていて、まあ、大阪に私住んでいますから、本当にいろんな多様な方々が住んでいらっしゃる、そしてそのマイノリティと言われる方々も住んで、いらっしゃいます。でそこがやっぱり私は本当に大阪の魅力をこう作り出していってるところなんだけれども、と同時にやっぱり差別の問題、ここにやっぱ向き合い続けてきた町だっていうふうにも思っています。各地域で本当にこのヘイトスピーチを禁止する条例、これを通していくっていう取り組みが、まず私たちが、まあ、国を動かすのってなかなかこう大変な部分もありますけど、各地域でですねそういった条例を作っていくっていうことは私たちができることじゃないかなっていうふうに思います。はい、いいのか、先だって、はい、先ほどもちょっとおっしゃってましたけど、これまでは在日認定をネットで言うときに、こういう形で私は日本人ですというようなお互いはしないで、来ていらっしゃって、で今回その法律、入管法改正と絡んで、その在留資格を取り消すとかですね、そういうことが、まあ、ヘイトスピーチとして具体的に出てきたので訴えるという。流れたで、なかなか皆さん本当に在日認定と、まあ、言われているものを受けた人ってすごくたくさんいて、対処にとても困ってきたと思うんですね、うん、で大島さん、これまでその在日認定というのを勝手に受けた時に対処に困られてきた状況とですね、それを、まあ、今後どういうふうに考え方を皆さんが変えていったらいいかなと思っているのがあれば、うん、私はそれを言われたときに自分が日本人かどうかとか一回も答えたことがないと思います。お前在日だろうとかって言われても、それはね、やはりなんかなんていうのかな、彼らの意図っていうのは私が日本人か在日かっていうことを知りたいんではなくて、先ほど言ったように在日っていう言葉を使って蔑むために、とにかく大椿優子ということを下げすむためにその言葉を使っているので、そこにまあ乗っかるつもりはないということで、私は自分の国籍がどうとか何人かとかっていうような回答はまあしたことはないんですね。
で、まあ、その上で、まあ、その上でというか、まあ、あのそもそもやっぱりそのなんていうのかな、お前何人だろうとか、お前国籍どこだっていうことをぶしつけに聞いてくること自体が私はどうなんだっていうふうに思ってるんです。でもちろん国会議員なので、あの日本国籍を持ってなければ日本あの国会議員にはなれませんから、あの日本国籍なんですけれども、私はやっぱりそのことをぶしつけにお前の国籍どこだ何人だとか帰化したのかどうかとか、あのそういうことを聞いてくること自体が非常にやっぱりあのなんていうのかな、人のなんてプライバシーに本当にこの土足で踏み込んでいくようなこう失礼な行為だというふうにも思っているし、それがやっぱり差別を意図したものとして使われることが、まあ、多いというふうにあの思って、考えて、います。で、そういうことをに対してどう対処 していくかっていうことですよね。どう対処していくか。多分私この裁判をしてこれが一つきっかけになって皆さんがあのネット上にあふれているこの、ヘイトスピーチ、とりわけ在日コリアンの人たちの存在をあの利用して、誰かを貶めるというこの手法がに対して、まあ、こういうことを絶対やっちゃいけないんだっていう、まあ、警鐘にをすることにね、つながってほしいっていうことを、まあ、切に願っていますが、なかなかこの本当に完全になくすっていうことはあの難しいんじゃないかなというふうにはあの残念ながら思うところです。でもあのなんか話がちょっといろいろ混同してるかもしれませんが、やっぱり私はこういった、ヘイトスピーチが SNS でもあのいろんなところでもこういった言論が まかり通る原因を作ってるのはやっぱ政治だって思ってるんです、うん、政治家たちがやっぱ差別扇動を煽っている。それは、法律によって、でまたは大阪なんかだったら朝鮮学校の、補助金をカットするとかっていうようなことをして、政治が差別をしてきた結果、差別主義者人たちにあのヘイトスピーチもやっていいんだという言論の場を与えてしまったっていうふうに私は思っているので、だからこそ今回もやはり自分があの個人ということもありますけれども、政治家という立場としてこういった差別戦、ヘイトスピーチを許さないということをきちんと表明していくこと、うん、が私はまあそういったですね、繰り返されるあの在日認定をすることによって生まれる、あの来日認定をすることによって作り出される差別みたいなところを食い止めていく、まあ、あの一つの、取り組みというか地道な、ね、取り組みになるんじゃないかなとは思っています。あ、これ、さすがどうぞ。すみません、あの私新聞の米田です。1点だけ確認なんですけれども、あの今回被告を井川さんということで、あのお話聞いてるとその影響力の大きさとか、あの悪質性も踏まえて判断されていると思うんですけども、あの他にもいろんな投稿がある中で今後例えばあの別の人に訴訟だったり何か対応を求めていくというお考えはあるんでしょうか。うん、私本当にね、なんかそういうことに多くの、 あの労力と金をね費やされる、あのこの状況、とりわけ女性議員が、もうこれこそがやっぱ問題だと思うんですよね。もうやりたくないですよ。だってもう一件私あのヘイトスピーチに関連する裁判もやっている。で、2つ裁判抱えることになるんですけれども、そういったまあ、いわゆるネトウヨとか、ヘイトスピーチ排外主義者と言われる人たちからこのターゲットにやっぱり女性議員がなりやすいっていうところも私は大きな要因、なんていうのかな、この問題をね、やっぱり皆さんどう考えますかっていうことを逆にあの一緒に考えてほしいなっていうふうにあの思うんですよ。まあ、次も何かあったら戦いますか、
まあ、今は分かりませんけれども、その内容によっては戦わなければならない時もあるかもしれませんが、そのターゲットにされている人たちの分析みたいなこと、よく皆さんなんか分析をね、やっぱりする必要があると思っていて、相手は誰でもいいからやってきてるわけじゃないんですよ。確かに井川さんに関してはクソクズとかありとあらゆる人に言ってます。いや、岸田総理に向けても書いていた、ね、いろんな人に書いてる。彼は、まあ、ありとあらゆる人にそう書いてる人ではあるけれども、やっぱりそこに連なる、彼のコメントに連なる人たち、やっぱターゲットを見てますよね。野党の女性、とか、女性議員だとか、そういった部分の指摘ってなかなかこの裁判の中では浮かび上がってこないのかもしれないけれども、背景としてやっぱりそういう問題があるっていうこと、女性たちがやっぱこのヘイトスピーチ、ネット上での誹謗中傷の、まあ、ターゲットになってきているっていうことも同時にやっぱり考えていく必要があるかなというふうに思ってます。井川さんに関しては、その投稿されているものを見ればですね、なぜ俺の、まあ、俺のって言ってかどうかわからないけど、投稿が削除されないかっていうところでね、まあ、イーロン・マスクと仲がいいのかどうか、そういうことも匂わせながら、だからいくらみんながこれは差別投稿だっていうふうに言っても、俺のは消されないんだっていう居直っていらっしゃる、まあ、投稿もお見受けしたんですよ。でもそれでいいんですかって思うんです、うん、こういうものがずっと、まあ、いくら、カジノで吸ったとはいえですね、まあ、お金をに不自由はされていない様子ですからね、そんな大したことないのかもしれませんけど、でも本当にそういった彼が、まあ、このまで持ってきたこうステータスみたいな、人間性みたいなものが左右して、ヘイトスピーチをしてもそれが許される、面白いと思われる、そういう社会ってやっぱ違うと思いませんって私は思うんです。集英社のインタビューの中で彼が何て言ってましたかね、まあ、こうツイッターの中、 X の中でやり合っている、それがまあ注目されていますけどというようなことを面白おかしく書いてましたけど、書いてる内容がクソクズ、在日帰化人、帰れとか、そんなことのが、それが面白いですかって言って、そういうことが、許されて面白いって言われるメディアってどうですかっていうところを、私個人としてはやっぱり非常に疑問を持っていますね。はい、ありがとうございます。はい、はい、今のお話に関連して、はい、長期してたら申し訳ないんですが、複合差別だと大塚さんも関心があったんですが、うん、これまでですね、社民党の問題で言いますと、以前の敦子さんであり、福島美穂さんが、うん、同僚の誹謗中傷、あるいはヘイトスピーチをぶつけられ、そして敦子さんが言っていたのだと思います。で、大塚さんの場合も、ある種、女性であること、これ非常に大きな意味があるとお考えたのか、はい、まずそのことをお伺いしたいと思います。うん、大きな意味があると思います、うん、女性であること、女性議員、しかも与党じゃなくて野党の、しかも今国会議員が3人しかいない社民党の、国会議員をは叩きやすい存在として位置づけられているっていうのは思います。はい、もう一点だけです。先ほど政治の責任、政治家の責任、はい、つまり政治家のヘイト、つまり、ヘイトを作り出している一つの素材として、マーケットとして政治の世界があるかと思うんですね、はい、でそれに対して大塚さんが、立ち上がられた、これも政治家の責任という部分が大きいんでしょうか。そうですね、もし私が政治家でもない、のであればこんな裁判しませんよね、うん、でまあ、その前に多分政治家でなければこんなふうに叩かれることもないと思います。私が永住許可の取り消し反対と、政治家でない私がつぶやいたところで、そのことで叩く人がどれだけいるでしょうか。井川さん
のような、まあ、ある種著名な方が私を叩いてくるでしょうか、ネットニュースに上がるでしょうか。そう考えたらやっぱり政治家であるからこそ今回のようなことが起きたと思うし、政治家の責任としてこういった差別扇動はきちんとなくしていくことが役割だというふうに思っています。片方で差別扇動を進める法律を通す政治家がいるんだったら、そこに対峙するのが私、とりわけ社民党である私たちの、ね、役割だというふうに思ってます。はい、はい、うん、そうですね、はい、よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございます。